はい、どうも皆さん、こんでじ、デジくんです。いつもこの道場に来ていただきありがとうございます。突然ですが皆さん、オープニングの動画何か違和感感じませんでしたか？え、センスがない、構成がダサい、いやいや悲しいわ、それはもう勘弁してください、ごめんなさい。それではないです。はい、オープニングなのでカット割り入れたりして動きをつけてるのでちょっとね分かりにくかったかもしれませんが、もう一度そのシーンをフルでご覧いただきたいと思います。はい、この動画は以前に私デジ君が愛用しているこの 4K モニターの商品レビューをした時のワンシーンを再現したものになるんですが、違和感感じますよね。嫌な感じ、お分かりになります？そうです、ガクガクしてるんですよ。これ実は以前その動画を編集した時にもこの違和感を感じてはいたんですが、カメラの設定を変えたわけでもないし、スロー再生をかけているわけでもないので、またいつものようにね、パソコンの処理スピードが追いついてないぐらいな感じでそのまま書き出しをして YouTube に投稿したわけなんですが、その投稿した動画も同様にやっぱりね、このシーンだけがカクついたままだったんですよ。今回はこの原因について徹底的に検証してみましたので、その結果を検証動画とともにご紹介していきたいと思います。個人的にこのカクつき現象が起きたこと自体がね、結構意外でしたけど、検証結果にも非常に驚いてますので、興味のある方はぜひ参考にしていただけると嬉しいです。そしてもしよかったらチャンネル登録、グッドボタンもお願いします。え、全然増えない、お願いします、お願いします、お願いします、ありがとうございます。はい、それでは早速やっていきましょう。いよデジ君式デジタル道。はい、それではまず今回のカクつき原因が何だったのか、それは P です。はい、もう皆さんすでにねサムネで知ってる情報だと思うんですが、 P でした。あの、別にあの下ネタじゃないですよ。あの P というのはカメラの設定でよく目にするというかね、これを設定しないと始まらないわけなんですが、これが何かというとフレームレートです。これ FPS と言ったりもするんですが、1秒間に何枚の静止画を並べて動画を構成するかといった設定になります。なので 24P で撮影したら1秒間に24枚ね、30p だったら1秒間に30枚の静止画をパラパラ漫画のように並べて動画が構成されるということになります。動画を制作する上でこのフレームレートがカクつき原因になるという知識は、まあ、割と常識でして、もちろん私デジ君もですね、ある程度はなんとなくの知識は持っていたつもりだったんですよ。例えば 24p のような低いフレームレートで撮影をして 30p とか 60p の動画で書き出してしまうと、元々の静止画データ量が少ないために1枚をより多く表示して隙間を埋めることになって、結果的に静止画を並べたようなカクカクした印象の動画になります。これはスロー編集をするときにも同じような現象が起こります。 24p のような少ない情報量でスローにすると、当然1枚の画像を表示する時間が増えてカクカクした印象のスロー再生になります。なのでプロの動画クリエイターはみんなね、滑らかなスロー再生を表現するために 120p で撮りたいね、 4K120p で撮れるカメラが欲しいわけなんですよね。でも今回は 30p で撮影したものを 24p で書き出しているので、それには当たらないと。他にもカクつきの原因はいくつかあります。先ほどもお伝えしましたが、単純にパソコンが重くて動画編集時にカクついて見えるとかですね、そういうこともあるでしょうけど、今回はそれも違うと。そしてシャッタースピードですよね。シャッタースピードが極端に速い場合とか、極端に遅い場合でもカクついて見える場合があります。実は今回これを一番疑いました。なぜなら私デジ君が愛用しているこの GH4 は、使ってるうちにこの調整ダイヤルに何かが触れて不意にシャッタースピードが変わることがあるので、いろんな条件から考えると可能性が一番高かったわけです。普段は50分の1とか60分の1で撮影をしているので、接触による誤差として考えられる30分の1から120分の1のスピードで検証してもカクつきは確認できませんでした。このようにちょっと触れたぐらいで変わるであろう範囲、むしろそれより広い範囲で検証しても目視で確認できる明らかなカクつきは確認できませんでした。じゃあ他に何があるのって考えてみると、データ容量、オールイントラ、4K、 いろんな画質で試してみましたが、どれもカクつきは確認できませんでした。で、最後に一番ないであろうと思っていた P にやっとたどり着いたわけです。いやー、めちゃくちゃ時間かかった。カ
かなり遠回りしましたけど勉強にはなりました。今からその検証動画をご覧いただきながら原因について解説していきたいと思いますが、その前に今回検証で使う動画素材は毎回同じように撮れていないので厳密に違いを比較できているかと言われればできていないはずなので、多少のね誤差があることについては前もってご理解いただきたいのと、カメラの性能によって結果に違いが出るかもしれませんので、カメラが違うと結果が違う可能性がある点についてもご理解いただいた上でご視聴いただきたいなと思います。ディジ君式デジタル動、はい、今ご覧いただいている動画はカクつきのない正常な状態の動画です。これはカメラ側で 24p で撮影をして、編集ソフト側で 24p で書き出した映像になります。ちなみに今回の動画は全体を通して 24p で書き出ししている動画になりますので、そこはずっと固定で検証を進めていきます。その点前もって頭に入れておいていただけると理解しやすいかと思います。続いてこちら、冒頭でご覧いただいた映像と同じものになりますけれども、これが今回問題になっているカクついた動画。カメラ側で 30p で撮影をして、編集ソフト側で 24p で書き出した映像になります。この設定だとご覧のように明らかにカクつきます。でもこの設定は以前から変えてないんですよ。なのになぜ今まで気づかなかったのか、なぜこのシーンだけカクついたように見えるのか、まあ、それは後でお話ししますので、その前に続いてこちら、はい、これはカメラ側で 60p で撮影をして 24p で書き出したものになります。これもよーくご覧いただくとカクついているのがお分かりいただけるかと思います。ちょっと分かりにくいかと思いますので3つ並べて比べてみましょう。 24p はコマ数が少ないながら一番滑らかに見えています。そして 30p は明らかにカクついてますよね。で 60p、 これは 30p ほどではないんですが、クッ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 という細かいカクつきがあります。 30p は明らかにグッ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 という感じですが、 60p はクッ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 と細かく発生している状態になります。いかがでしょうか、この結果。意外じゃなかったですか。この結果を見る前の私デジ君の認識だと、撮影時に高いフレームレートで撮影をして編集時に低いフレームレートで書き出す場合、たくさんある画像情報から単純にね間引くだけなので画像が不足するという状況が発生しないわけですから、カクつきは起きないものだと勝手に思っていました。おそらく皆さんも同じような情報をネットとか YouTube で見たり聞いたりしたことがあるんじゃないかなと思いますが、どうですか。ですよね。今回の結果を見る限りフレームレートは絶対に合わせるということが分かったわけですよね。意外でしょ。絶対に合わせるなんてあんまり聞いたことなくないですか。逆にね、当たり前すぎて聞かないだけなのかもしれませんけど、さっきも言ったように高いフレームレートで撮影をしておけばあとはどうにでもなるみたいな情報があることは確かなので、皆さんも騙されないようにフレームレートは絶対に合わせるようにしてください。もちろんスロー再生をしたい時とかはそのシーンだけ 60p で撮ったものを 24p で書き出すとかは全然ありだし、そうしないとね滑らかなスロー再生にはなりませんので、そういう場合は合わせなくても全然いいと思いますし、あとね動画を何フレームで書き出すか決まってないまま撮影を始める場合とか、スロー再生をするかもしれない場合ね、少しカクついても問題ないのであれば 60p で撮影をしておけば後で 30p とか 24p で書き出ししてもカクつきは極力抑えることができるかと思います。まあ、これはどちらを優先するかで設定は変わってくるわけですけれども、そのような特別な理由がない限り基本的には合わせておいた方が違和感のないより自然な映像に見えるということになるかと思います。では先ほど 30p と 60p のカクつき度合いに違いがなぜあったのかということについて少し考えてみましょう。今からお話しする内容は私デジ君の勝手な想像でお話ししますので、話半分で聞いていただければありがたいんですが、例えば工場のラインで皆さんがバイトするとして、物がバーッとラインで流れてくると、まあ団子でもね、おにぎりの具でも何でもいいです。まあ個人的にはね、昆布は絶対外せませんけれども、ダーッと流れてくる。でそれを均等な間隔で間引く作業があったとします。1秒間に30個ダーッと流れてくる。でそれをそのわずか1秒の間に均等に24個になるように間引いてください。はいどうぞ。そう言われたらめちゃくちゃ困りませんか。もちろんライン作業ですから待ってはくれません。もうすっごいスピードでじゃんじゃん来ますから、なのでおそらくざっくりと5個に1個のペースで間引いたりするわけですよね。でもそれって均等かと言われれば均等ではないんですよ。4個来て1個空いて、4個来て1個空いての連続になります。均等というのは一個一個の隙間が同じ間隔の状態ですから、そんなたった1秒の間に残ったやつの位置を修正するなんて到底できない。その隙間を均等に修正するシステムがあればいいんでしょうけど、え？そんな編集ソフトがあるんですか？もしもあるんだったらコメント欄で教えていただきたいんですが、まあ、私デジ君が知る限りそんなものはないと。そうするとやっぱり今回のようなカクつきが発生しますよということになろうかと思います。
同様に 60p で流れてくる場合も同じです。ただ 60p の場合は一つ飛ばしで均等に間引きながら、たまにね抜ききれない6個をどこかのタイミングでランダムに2個抜きをする必要がある。そんな感じで 60p を 24p に間引く場合、たまにイレギュラーはあるかもしれないけど、 30p よりかは 60p の方が均等に間引けるということで、そのようなことが格付きに差が出る要因になってるんじゃないかなと思います。それから考えるとですよ、 60p で撮影した場合においては、今回の 24p にするよりかは 30p で書き出しした方が格付きは少なくなるんじゃないかなと思います。これ検証したわけじゃないんで、あくまでも想像の話ではあるんですが、60から30はちょうど数字が倍ですので、途中のイレギュラーな2個抜きがない分だけ作業も楽だし、均一にラインが流れますから、動画としてはスムーズに見えるはずです。ただ今回の実験を見る限りでは、それでもね間引くリスクは少なからずあるはずなので、やはり撮影と編集のフレームレートを合わせるということは、より良い動画を作るということを目的とした場合、絶対条件になるんじゃないかなと個人的には思います。はい、それから疑問がもう一つ残ってました。カメラの設定はいつもの 30p で変えていないし、動画の編集もいつもの 24p でしているはずなのに、なぜ今回だけ突然カクついたように感じたのか。はい、こちらの動画をご覧ください。スイート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 可愛い女の子はいないかな。ごめんなさいね、なんかこれはですね、カメラを動かすのではなくて、被写体がゆっくり動いた時にはどう見えるのかというのを検証している動画です。はい、皆さんゆっくり動いたことあります？ちょっと一回やってみてほしいんですが、これめちゃくちゃ大変なんですよ。もう汗だくなんです、これ。で、まずこの 24p で撮影したものに関してはやはり違和感は感じませんね。では 30p はどうでしょう。これはですね、被写体が動いているのでさっきよりかは分かりにくいんですが、時折ワープしたようにガクッとなっているように見えますね。どうですか、分かりにくいですかね。はい、 24p と比較するとこちら、こう比べると 24p は滑らかに見えますよね。やっぱり 30p 撮影の方は違和感を感じるかと思います。そして 60p 見ていきましょう。はい、これは正直言われないとわからないレベルでほとんど感じませんが、じっくり見てみると時折ガクンとなっているような箇所がところどころあるように思います。わかりにくいですよね。そういう風に見るからそう見えるレベルかなと思うんですが、 24p と比べてみましょう。やはり横に並べて比べてみると 24p の方が若干滑らかな印象を受けるのではないかなと思います。本当言われないとわからないレベルですが、カクつきという感じではない違和感みたいな、もやっとするような、なんか嫌な感じ、おそらく皆さんにもこの違いが分かっていただけたのではないでしょうか。この検証結果から分かること、私デジ君の動きが気持ち悪い。はい、そして一定の動きをしている動画、今回の場合はモニターのフレームの部分を一定方向に向かって一定のスピードでパンしている動画のことを指しますが、そのような規則的な動きを収めた動画については、カクつきが目立つけれども、不規則な動きをしている動画とか、こんな感じでほとんど動きがない、ただ喋ってるだけの動画においてはそれほど目立つわけではないということで、これが今まで気づかなかった理由なんだろうなと思います。ディジ君式デジタル動。はい、ということで今回は動画のカクつき原因は P だったということで、その検証をやってまいりましたが、いかがだったでしょうか。皆さんはフレームレート設定どうしてますか。とりあえず60にしてたりとか、まさかそんなの気にも留めたことがないなんて方いないですよね。最後にまとめると、フレームレートは動画の書き出しを何フレームであるかまず決めてから、それに合わせてカメラ設定をするようにしましょう。合言葉はフレームレートは絶対に合わせろ。これは忘れないでおいていただきたいなと思います。これが違った場合、書き出しよりも収録のフレーム数が多かったり少なかったりすると少なからず違和感が出る可能性がありますから、お気をつけくださいというお話でした。ただ何度も言うようですが、カメラや編集ソフトの性能の違いによってはカクつきが出ない場合もあるかもしれませんし、あとね、スローモーションをかけたいときは 60p、120p で撮ったものを 30p とか 24p で書き出した方が、元々の情報量が多い分だけ滑らかな映像になりますよと。知らんけど、スローとかやんないから。うわー、それ気になるわ。動画はね 24p で書き出すから、もしかしたら 24p のスローになってカクつくのかな。いや、これまた別の動画で検証してみたいですね。もしも今の段階で動画をアップできているのであれば、こちらのポップアップ、それから概要欄にリンク貼っておきます。興味のある方がいらっしゃればですね、ぜひそちらからチェックしていただければと思います。はい、今回の動画は以上となります。ぜひ皆さんもこの動画をきっかけにカメラの P 設定、フレームレートに興味を持っていただけると嬉しいです。この動画がためになったなと思ったら、チャンネル登録、グッドボタンお願いします。
それから X インスタサブチャンネルもやっています。概要欄のリンクからぜひフォローお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイディジー。